SNS 映えする商品何かないかな。池上さん、はい、今年流行間違いなしのわらび餅豆乳ドリンクがありますよ。いかがですか。わー、映える。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島をつくる JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。やってきたのはタワワタウン谷山。こちらおいどん市場の中にあるのが黒酢ドリンクバースープラスです。新鮮な野菜や果物を使用した黒酢ドリンクやフレッシュジュースを提供しています。こちらスープラスで新商品が出たと伺ったんですが、どういったものなんですか。わらび餅豆乳ドリンクです。わらび餅、それってどんなこだわりがあるんですか。はい、味はもちろんですが、 SNS が流行ってる今、見た目にもこだわりました。鹿児島組合食品の女性開発チームが考案した新商品、わらび餅豆乳ドリンク。女性に人気の豆乳ともちもち食感のわらび餅を組み合わせたデザート感覚で楽しめる一杯です。いちご、抹茶、マンゴーの3種類の味が楽しめます。それでは早速いちご味をいただきたいと思うんですが、これだけ SNS 映えするのでちょっと1枚写真撮ってから飲んでもいいですか。はい、はい、じゃあ私実際撮りたいと思います。あ、映えてますね。これは混ぜた方が、はい、よく混ぜてお飲みください。わかりました。じゃあこちらをこう混ぜて、あ、もうこの変わる様子もまた SNS 映えしそうですね。ちもちのわらび餅がとっても甘くて美味しくて、そしてこの豆乳といちごのバランスがちょうどいいですね。これはタピルならぬわらびっちゃいますね。ぜひ流行らせたいです。はい、今後ハッシュタグわらびるで流行らせましょう。はい、はい、そしてもう一つスープラス定番商品の小松菜とバナナもいただきます。緑色が強いので小松菜がたくさん入っていて飲みにくいのかなと思いましたけど、バナナの甘さと小松菜の旨味がまた出ていて飲みやすくて美味しいですね。小松菜とバナナの相性抜群です。いろいろな新しい商品が誕生していますが、今後はどのような商品を作っていきたいですか。はい、今後も味はもちろん見た目も楽しめ、 SNS を通じてシェアしたくなる商品開発を作ってまいります。SNS 映え間違いなし、わらび餅豆乳ドリンクをぜひ飲んでください。ここで番組からのお知らせです。スープラス黒酢ギフトを5人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。